皆様こんにちは。時間となりましたので、ただいまより、ビブリオバトル首都決戦2013の九州大学予選会を開催したいと思います。皆様よろしくお願いいたします。はい、で本日のこの予選会はですね、九州大学附属図書館 のライブラリーラバーズキャンペーン、これ実は九州地区全体の大学図書館が参加をしてやっているキャンペーンなんですけれども、その学内企画の一つとして開催することになりました。で、ビブリオバトル首都決戦2013ですね、11月24日、東京のベルサール秋葉原というところで首都決戦が行われます。これ、今年度で3回目となります。で、この首都決戦の、参加2枠、九州北部ブロック地区決戦というところから、2名が首都決戦に参加をすることになるんですが、その北部ブロック地区決戦に出場する九州大学の代表を本日、それからあさっての伊都での青明天空広場での予選会で決定することになります。実際ですね、すでにここに地区決戦に参加するのが 14、5 名の方がすでにいろんな大学から決まっております。で、九州大学最後の今回の今日の予選会で2人、それから伊都の予選会で1人、決めて3名が九州大学から地区決戦に参加をするということになります。はいはい、それではですね、ビブリオバトル初めて参加されるという方が多いですね。あ、ドキドキしますね。ビブリオバトルですね、本を媒介とした知的書評合戦、本を知って人を知る、人を知って本を知るというのがコンセプトになっております。で、今回首都決戦ということでしっかりと公式ルールがございますので、それにのっとって行いたいと思います。じゃあルールの確認していきますね。はい、まず1番目、発表者が自分で読んで面白いと思った本を持ってきて集まりいただいております。で、2番目、順番に1人5分間で本を紹介いたします。すでに順番が決まっております。本日、グループ A とグループ B、2グループに分けて、やりたいと思います。で、5分が過ぎた時点でタイムアップとして発表を終了いたします。で、原則として、レジュメやプレゼン資料の配布等はせずに、できるだけライブ感を持って発表をしていただきます。で、必ず5分間使い切ってください。4分で終わったら1分間じーっとしとかないといけません。はい、それから3番目ですね。はい、それぞれの発表の後に参加者全員で、2分間のディスカッションを行います。で、ここではもっとその本のことが知りたいとか、その本とその発表者の関係とかですね、いろいろ知りたいと思ったことをこちらで質問をしていただきたいと思います。で、決して発表内容の上げ足を取ったりですね、批判をするようなことはせずに、発表内容でわからなかったと点の追加説明とかですね、最終的にどの本を一番読みたくなったかということで投票をしていただきますので、その判断材料として、聞いていただきたいと思います。で、先ほど申しましたようにコンセプトが本を知って人を知る、人を知って本を知るっていうことですので、その人となりを、より深く知るような質問をしていただきたいと思います。で、みんなが楽しい気持ちになる、バトルですけど、みんなで、この場を楽しんでいただきたいと思います。で、全ての発表が終了した後にどの本が一番読みたくなったかという基準で、投票をしていただきます。皆様に投票用紙をお配りいたします。で、その中で、最多票を集めたものがチャンプ本ということになります。で、紳士協定としまして、ご自分の紹介した本には投票せずに、他の発表者の方に投票をしてください。それから、そうですね、で参加者全員の投票で、民主的な投票で決定をいたします。で、首都決戦ということもありまして、首都決戦全国で、このことを確認をしておきましょうというのがありますので、それもちょっとご紹介しておきますね。はい、本やエピソードを紹介するための小道具は、使用して OK です。それからレジュメ等の配布は禁止ですと。で、読み上げレジュメの持ち込みは禁止ですが、本へのメモ書きとか付箋とか立てておくのは大丈夫ですということですね。あとはそのプレゼンテーションツールの使用は禁止しますと。で、先ほど言いましたが5分を使い切るということです。はい、で、これ先ほども言いましたね。はい、これも先ほどルールの中でお伝えしましたので、飛ばします。
はい、で本日の予選会グループ A6 名順番に発表をしていただきます。だいたい40分ぐらいで終わりまして、それが終わりましたら次にグループ B5 名の方の発表をしていただきます。で各グループでチャンプ本に選ばれた方が九州北部地区のブロック大会に出場をしていただきます。で都合によって地区決戦に出場できない場合はですね、実験の方が出場をするという形でお願いいたします。九州北部ブロック地区決戦は10月26日になります。これ後からまたご紹介しますね。はい、それでは、皆様準備は OK でしょうか。よろしいですか。はい、それではですね、グループ A の方からいきたいと思います。1番バッターは、経済学部4年の田中雄太郎さん。はい、よろしいですか。はい、はい、じゃあこちらの方へどうぞ。はい、それではスタート。はい、じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。はい、なんかもうすごいなんかアウェー感ですけれども、まあ、頑張って始めていきたいと思います。今回僕が紹介するのはですね、こちらの天使の蝶という本です。この作者がですね、プリモ・レヴィという方なんですけれども、まあ、この作者の説明はですね、ちょっとまあ後からやらせていただくとして、まあ、どこでまあ僕がそのこの本と出会ったのかということをまずご説明したいと思います。まあ、僕はその高校の時にですね、まあ、そのみんなでその同じ本を読みましょうみたいなその読書習慣みたいなものがあったんですけれども、でそれで1年生2年生と、まあ、それぞれ、まあ、なんとは言わないですけど本を読んで、まあ、つまらなかったんですよね。でまあ、その3年生の時に、まあ、この本が来てですね、まあ、もう全然聞いたこともない作者だしタイトルだし全然面白くないだろうなというふうに思ったんですけれども、実際読んでみるとすごい面白いなということで、まあ、とても印象に残って、まあ、今回発表させていただくことになりました。で、まあ、この作者についてね、ご説明させていただきますと、このプリーモ・レイヴィという方はイタリアのトリノ出身の、まあ、作家さんでもあり、まあ、一応その科学者でもある人なんですね。でですね、一応、この人はですね、ユダヤ系ということで、その戦前にその、ドイツがそのイタリアに侵攻してきたときにですね、まあ、そのトリノにこの人いたんですけれども、その時にその捕らえられてアウシュビッツに送られちゃったんですよ。で、まあ、まあ、なんとかそのアウシュビッツから生きて、帰ってくることができたんですけれども、その時の体験というものが、この人の作品に生かされているというふうに言われています。でまあ、この天使の蝶という本の中身についてなんですけれども、この本はですね、長編小説というわけではなくて、短編小説の集まりというふうになっています。で、まあまあ、どういう小説かといいますとですね、まあ、なんとも言い難いんですけれども、例えばその SF だったりそのファンタジーだとか、あるいはその生物が絡んだような生き物が絡んだようなお話であるとか、そういったその割とその幅が広い感じのお話がそのいくつもこの中に、まあ、15個ですね、15個の話が入ってるんですけども、いろいろその幅が広い感じの作品になっております。例えば、まあ、アメリカ企業の、セールスマンが、いろんなその道具を売りに来る話ですね。まあ、例えばそのなんか勝手になんか入力したらお話を書いてくれる作品であるとかですね。あとは、そうですね、サナタムシって皆さんご存知ですかね、寄生虫みたいな。あのサナタムシ の表皮細胞っていうのが、実はその人間へのメッセージになっていたみたいなお話だったりですね。あとはそうですね、あと神様いるじゃないですか。神様がその人間をどういうふうに人というものを作っていくかみたいな、最初はその魚で作ろうみたいなお話だったんですけれども、まあ、何らかのお話でそのこういう人間になっちゃったみたいなお話だったんですけれども、一方でまあこういう楽しそうなお話とはもあるんですけれども、その先ほどそのこの人アウシュビッツに送られたという話しましたけれども、そうした体験が元になっているのかなというのがですね、この兄弟作の天使の蝶という、作品なんですけれども、これはですね、まあ、そのドイツがその負けた後 そのドイツが占領されていた町に、そのアメリカだとかそのイギリスとかフランス その軍人の人がそのナチスがそのやっていたその人体実験の調査をするためにその町を訪れる、そしてそこで何が起こっていたかというものを、確かめるみたいな、お話になっているんですけれども、まあ、もし続きが気になったらこれを読んでいただきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、そうしたですね、そういったそのまあ、そのアウシュビッツでその、まあ、人間がその軽く扱われたみたいな、そういったその人間の変化であるとか、あるいはその科学によってその人間が被る被害であるとか、そうしたものが、一つのテーマとして挙げられています。しかし、まあ、そうした、まあ、そのネガティブな側面の一方で、その科学がもたらす、その人間とその他の生物の接近、あるいはその生物と、他の無生物、例えば機械とかそういったものの接近というものも一つのテーマとして挙げられています。でそうした、まあ、科学がもたらす、ポジティブな明るい未来というものも一つの、
です。まあ、この本のテーマとして、もう本というかその作者さんのテーマとしても挙げられているかなというふうに思います。まあ、この本を読んでですね、まあ、僕がどういうふうに思ったのかなと言いますと、最初に読んだときはやはり単純にその物語として面白いなということを思いました。もちろんこの作者さんも、まあ、いろんな背景があって書かれているわけですけれども、例えばですね、まあまあ、そのドラえもんとか、なんか笑うセールスマン的な、そういったなんか道具がもたらすなんか引きこもごもの作品であるとか、そうしたものになんとなく近いなというものがあったのでですね、まあ、もちろんこの、まあ、この作者さんが持つその背景みたいなものを、考えながら読んでももちろん面白いんですけれども、まずは、まあ、物語として読んでいただくとすごい面白い作品ではないかなというふうに思います。でですね、まあ、最後には僕が一番好きな作品としてはですね、まあ、先ほどもちょっと出したんですけれども、この神様が、まあ、出てくる作品ですね、これがですね、そのアーリーマンが、もういろいろその司会みたいな感じで、アーリーマンってなんかの神様だったと思うんですけれども、神様みたいな感じで人間を作っていくことなんですよね。ぜひ皆さん読んでいただきたいと思います。以上です。はい、続きしましたら何かちょっと聞いてみたいということはございませんか。あ、そうです、ちょっと感染のみのものなんですが、失礼します。はい、結構大変興味深いお話でした。僕もその文学部で英米文学を中心に文学をやっているので結構なかなか面白い、興味深いと思います。質問なんですが、なぜその高3の時にプリノレーヴが選ばれたのかについてちょっと何かご存知なことがあればお聞きしたいと思います。そうですね、はっきり言ってしまえば全然しません。というのも、そういう本もですね、なんか学校 その図書委員みたいな人が決めちゃうのでですね、さっき1、2年生つまらなかったっていう作品を言ったんですけれども、ぶっちゃけて言いますと、1年生の時がその志賀直哉の古藤の神様ですかね。で、2年生の時が井上靖の天平のイラカという作品で、まあ、今読んだらわからないですけど、でも当時の僕としては、あ、つまんねえなという、そういう感想しか持たなかったので、ですね。で、まあ、なぜここでいきなりその、なんか、文学じゃないですね、もうイタリア文学みたいな方向に行っちゃったのかは、正直わかんないですね。ちなみに、僕の高校って、確か1、2年の時にありました。1年が、小林武史の神高専。2年が、安倍高校の砂の。なるほど。面白そうですね。その前読んだ1年と2年の時に読んだ作品と、うん、まあ、今回紹介してくれたこの本の決定的なその面白さを感じた違いっていうのはどこにあるんですか。そうですね、やっぱりそのこの本だったらなんか、まあ、短編集なんですけれども、まあ、一つ一つのお話になんかしっかりとしたらオチがあるといいますか、まあ、そのある意味ではなんかブラックユーモア的な話ですね。ちょっとまあさっきそのドラえもんっぽいっていう話もしたんですけれども、まあ、そのいろんなその不思議っぽいなんか道具が出てきて、それに対してなんかのび太くんみたいにその悪用しちゃってなんか痛い目に遭っちゃうみたいな、そういう話も割とあるんで、そういった目は楽しく読めるなというふうに思います。そこはやっぱり前の作品との違いであるかなと思いますね。はい、ありがとうございます。時間となりましたので、これで、最初の田中さんの発表を終わりたいと思います。はい、近藤祐樹さんですね。経済学部の、3年生です。今回ですね、経済学部の、ゼミの、一環として、こちらの方に経済学部の学生さんたくさん参加をしていただきました。スタート。皆さんこんにちは。こんにちは。今日僕が紹介させていただく本はこちらの、伊藤恵鶴さんの作の、ハーモニーという本です。まず、2つ皆さんにお伺いしたいことがあるんです。1つ目はまず自分の意識で全部自分の行動を全て管理してここまで来たか。例えば永遠の、まあ、講義中とかでもいいんですけど、永遠の A という字が出てきて、1点目は、まあ、1画目は点を書いて、2画目はちゃんと最後羽を決めて、3画目は最後の流れをみたいな感じで、そんな風に一つ一つの行動を全部自分で意識したことがありますか。で、2つ目僕が、伺いたいのは、自分の体は誰のために大事にしていますかということです。で、この本の話の中では2つ目の、僕の問いについては、答えが出されていて、まず、自分の体っていうのは、全て社会に貢献すべき、大切な人の資源、人的資源、まあ、つまり要するに言ってしまえば、自分の体というものは、みんなのもの、財産であるという考え方をするんですね。で、
この作品になぜ僕が影響を受け紹介したいしたくなったかと言いますと、この作品では、まず歴史と、人々の幸福そして平和っていうものを深く取り扱っているんですね。作品自体は SF 的な内容であるんですけれども、本当に、その辺の内容というものを深く取り扱っていて、特にですね、僕は、まあ、先ほど障害がありましたが経済学部の人間であって経済学の目標っていうのは、どうすれば、人々をみんなを幸せにできるかということなんですね。そこに、そこを、一番の主題として考えて、書かれた作品です。で、まあ、この物語の舞台となっているのは第三次世界大戦的なもう本当に、ひどい戦争を経験してから数十年が経った世界です。そこではもう、先進国はもちろんもうほとんどの、途上国と言われるような国でも、医療技術が、今より断然盛んになって、もうみんなが、平和に、そして健康に、暮らしていけるっていう社会が実践されています。でさらに特徴的なのが、この世界では、まあ、政府っていうものが少し変わっていって、まあ、どちらかというとルソーとか定義したのはみんなで、全てを合理して決めるというようなそういうような、政治形態が取られていたりします。で、まあでもそのなそれを逆に返せば、まあ、一種の管理社会の話になるんですね。でその中で、3人の少女が、まあ、もがき苦しむんですけれども、そのうちの1人の少女をまあ、その少女が大人になってから、の話として、物語が展開していきます。何よりも、この作品を読み解いていく上で、2つ、ぜひ考えていただきたいことがあります。1つは、まあ、そういった管理社会の中で、自分として、生きていくとはどういうことなのか、そして、まあ、平和を達成するためには、必ず人々がちゃんと協働して、調和していくっていうことが必要なはずなんですよ。まあ、まさしくハーモニーというタイトルに表れているんですけれども、じゃあその調和というものを究極的に突き詰めていった場合に、人々個人個人の意識っていうのはどうあるべきなのか、まさしく、まあ、ここで取り扱う、まあ、それもその問題もまさしくこの本で取り扱われている内容でもあります。まあ、なかなか、SF 作品に馴染みがなくて、読まないという方もいらっしゃると思うんですけれども、そういう、一種の哲学的な、見方をすることができます。でこの作品はですね、ちなみに、この作品の前に虐殺機関という、まあ、ちょっとタイトルはえげつないような感じがするんですけど、という、虐殺機関という、お話の続きとなっています。すると、まあ、そこでなぜそもそも、まあ、このストーリーの前提としてそもそもなぜ、第三次世界大戦的な大きな、惨禍が起こったのかということも知ることができます。で、前作のお話でもそうやって人々の意識というものが、主題となっています。では以上。では、これ聞いてみたいというのがありませんか？そのなんかハーモニーに飲められているのが本当になんか平和というのか、それこそ一回戦争でも起きないとそれを見ないといけないんですけど、それはやはり一回戦争でも起きて一回ドカーンとでかいことがないと成立しないそうなものですか？それともちょっとずつそんな感じな平和な世界ができそうなものですか？あ、そうですね。そのまあ、そのこの物語における社会が作られたっていうのが一種その、そのようなかなり大規模な戦争が起こってしまったその一種の反動でもあるんで、まあ、確かにそういう意味では徐々に作られていくものかというとちょっと違うような気がします。まあ、でも、これから結局管理社会の中で、どう生きるかっていうのが一番の主題となっているので、そこに戦争というよりも、まあ、そこに一番注目してもらえたらいいかなと思います。まあ、その先の中でその管理社会というのは、みんながそのなんか
昭和社会にしましょうみたいなストーリーだと思うんですけれども、合同空自身はそのそういう人たちの調和した社会に対して、まあ、その中で描かれるその社会に対してはどう考えますか。そうですね。まあ、もう一つ僕が言いたかったものとして、その管理社会において特に、人々の意識っていうものがやっぱり強く、この物語の中で描き出されてるんです。どうあるべきなのか、そもそも、人の意識っていうのはどうなのかで、まあ、そこはかなりあのこの物語の核心の部分に詰まって、いくところなので、僕としてもちょっとあまり言えない部分であるんですけど、僕としてはそうです、まあ、できるならばやはり避けたい未来ではあると思います。管理社会っていうのは、まあ、やはり、個人の意識というものを、まあ、薄めさせる、まあ、でも、その個人の意識っていうのは本当に、不安定で、どうなるかよくわからない、それが、まあ、最終的に集まっていくと戦争を起こすというようなものもありますので、そこのどの程度、人々がそれぞれの意識を持って調和していくのか、まあ、そこもまた皆さんに考えていただければと思います。はい、ありがとうございました。はい、田中敦さんですね。同じく経済学部の3年生です。スタート、お願いします。今日自分が紹介する本は重松清の短編集である、まあ季節風といって、まあ春夏秋冬といって4つ分かれてるんですけど、それぞれまあ12編ずつ、まあ合計48編の短編集が入ってる、まあ小説短編集になるんですけど、まあ今日はまあ重松清の本を自分ちょっとこのビブリオバトルに出るってなって絶対紹介しようと思って、まあ最初他の単行本1冊用意してたんですけど、よくよく考えてみて、自分結構重松清の本読んでるんですけど、まあ、この本読んだのも実際もう1年半ぐらい前になってるんですけど、よーっといろんなこう物語とかを読んでいく中で、この4つの短編集っていうのがやっぱりなんか重松らしさっていうか、そういうのが一番にこう込められてて、この本を読んでもらうのがやっぱり一番わかるのかなと思ったんで、まあ、急遽この本を選ばさせてもらったんですけど、まあ今言った重松らしさだったり、まあ、そういうところを今日はちょっと皆さんにお伝えできたらいいのかなと思って発表させてもらいます。まず自分がまあ、こう4つあるんですけど、重松らしさって言って、まあ、3つ好きなところがあって、1つはやっぱりこうなんか何でもかんでもなんか中途半端なんですよね。まあ、何が中途半端かって言ったら、1つはまず物語の終わり方とかもそうなんですけど、自分が一番気に入ってるのはこの季節の秋ってやつで、この秋に出てくる、まあ、離婚を目前にしたお父さんとお母さんのその娘さんの3人が主人公で出てくる、まあ、物語が1つあるんですけど、最後の、まあ、最後の晩餐じゃないですけど、最後の日にこう3人で食事をするんですね。その時もまあ最初こうピリピリムードのお父さんお母さんと、ちょっともう中学校2年生ぐらいの女の子がまあモデルになってるんですけど、その中でこう最後ちょっとこう遊ぶんですよね。ホテルのすごいこう豪華な綺麗なところで、もうそれこそスーツを締めたようなそういう場所なんですけど、その庭でこうみんなで追いかけっこして遊ぶんですけど、でもそこで終わるんですよ、物語が。その後その3家族、その3人がどういう別れ方をしたのかとか、その後どういう人生を送っていったのかとか、そういうところは全く描かれていないっていう、まあ、まず一つそういう中途半端さっていうのが、自分はその後のまあ何ですかね、まあ想像力だったりそういうのがまあ働くっていう部分でも、まあ結末が述べられてないっていうのは非常にいいことなのかなって思うのと、もう一つ中途半端っていうのが人間の心をまあ描くのがすごく上手っていうか、まあ、中途半端な感情っていうのは結構まあ自分たち生きていく中で結構あると思うんですけど、まあ、今なんかも自分結構緊張もしとるけどちょっとなんか楽しいっていうのもあるし、まあそのなんか一言じゃやっぱりこう気持ちとか絶対表せないと思うんですよ。そういうのを結構重松清っていうのは積極的にじゃないですけど、まあ、表そうとしてて、まあ、それがうまくいっているのかどうかっていうのは、まあ、読まれた方それぞれが思うところであると思うんですけど、重松がよく多用するのが、まあありがとうとごめんなさいの、まあ、中間の言葉が欲しいっていうことを結構、まあ、その一言かなり自分もああなるほどなっていうふうな思った一言であるんですけど、まあ、ごめんけどありがとうみたいな時って結構多分生きていく中で結構あると思うんですよ。そういうのとかってやっぱり結構好きだなって思って、まあ、重松清がそういうのをかなり推してるんで、まあ、そういうところもこの、まあ、4つの 12個ずつ入ってる48個の物語の中には詰まってるんで、まあ、そういうところも意識しながら見ると面白いかなと。でまあ、最後に3つ目の重松の良さっていうのが、まあ、何ですかね、この物語に出てくる主人公がそれぞれまあ48人ずついると思うんですけど、みんな決して成功した人生を歩んでないっていうか、かっこよくないんですよ。かっこ悪いんですよ、めちゃくちゃ。例えばもうなんかその例えばさっき話した3人のお父さんがまあそれは主人公というか、そのお父さん目線で書かれるんですけど、まあ、そのお父さんっていうのもまあ
いわゆるいいお父さんではなくて、まあ、仕事に没頭して、まあ、お酒を飲んでというか、まあ、そういったお父さんなんですけど、まあ、そんなかっこ悪さの中にもやっぱり見え隠れするかっこよさというか、ちょっとこれもまた中途半端な話になるんですけど、まあ、自分が思ったのがちょっとかなり話は飛ぶんですけど、桑田佳祐のようなかっこよさ、まあ、こうちょっと自分でちょっとなんかちょっとエロ親父みたいなイメージを出してかっこ悪いことを言いながらも実はかっこいいことを言っているという、まあ、そういう良さっていうのがかなり重松清自身の本の中には、まあ、この4つだけには限らずいろんな物語には詰まっているっていうところを、まあ、読んでいただくと非常にいいのかなと思いました。で、まあ、最後になるんですけども、重松清自身が、まあ、この4つの物語について後書きっていうところで書いてることを紹介して、まあ、この場を終わりたいと思うんですけども、重松自身は、まあ、この物語に合計12個ずつ48個入っている物語について、まあ、48色の絵の具だっていう、まあ、例えをしていて、まあ、その48色の絵の具っていうのを使って僕はこれまで、まあ、単色だったりいろんな色を混ぜ合わせたりして物語を描いてきたんだと、まあ、そのなんか一言でもすごく自分印象に残ってるんですけど、まあ、その絵の具を使って、まあ、これまで描いてきた、まあ、それをこれからも、まあ、今までこれまでは組み合わせたことない、まあ、絵の具同士の色の交わりだったりとか、まあ、新しい色を組み合わせたりして、まあ、これからも物語を描いていくだろうっていうのを、まあ、この季節風秋っていうのはこの4つの実は一番終わりになるんですけど、そこで述べてたんですね、まあ、それが非常になんか、まあ、重松好きとしては、まあ、これからにも期待させるようなものなのかなと思って、まあ、皆さんにはこの4冊、まあ、季節風っていうのを紹介させてもらいました。以上です。はい、それではぜひ聞いてみたいことその重松っていうのはまだ、この画像が書いてらっしゃる、はい、元気です、はい、その終わり方が中途半端っていう話があったんですけど、はい、その例えばよくあるのがその別冊で例えばご地図談をやるとか前地図談をやるみたいな、そういった方向性の作品とかは他に全くないですね。じゃあもう完全にもう完全にもう、はい、で完結い完結します。それはどう思いますか？もっとこんな風に具体的に書いておけば。いや、自分はやっぱりそれが好きっていうか、そのなんか読んだ後の余韻っていうのがすごくて、なんかもっと欲しいなみたいな、なんか例えば何でもそうだと思うんですけど、中途半端で終わったらなんかあーってなる、あの感じがこう自分としてはすごいいいかなと思うんで、はい、それをまあそれがかなりいいところかなとは思いますね、自分は。先ほどの余韻とかおっしゃいましたが、あとは中途半端で終わることがありましたが、それはやっぱりあのその余韻の方か、それとも余韻浸りたいのか、それとも続きとか前日談を想像するのが楽しいから。まあ、自分としては余韻に浸るっていうのが、まあ、自分はそっちが好きなんですけど、まあ、読む方によってもそれはそのどういうふうにあるのかなっていうのを想像するのも楽しいのかなっていうような自分は考え方ですね。ちょっとどうでもいい質問かもしれないですけど、はい、最後が秋です。最後は秋です。どういう順番なんですか？冬が発売されて春夏秋です。多分そんな深い意図はないとは思うんですけど。なるほど、はい。はい、ちゃんと時間になりましたので、お疲れ様でした。ハヤトさん、同じく経済学部の3年生ですね。それでは参ります、スタート。はい、本日は、最長片道切符の旅、宮脇俊三の最長片道切符の旅という本を紹介させていただきます。まずこの最長片道切符とは何ぞやという話なんですけども、これは、その当時あのこれが出た当初の、まあ、国鉄、まあ、今では JR なんですけど、その、売られているあらゆる切符の中で最も長い距離の切符のことです。この本だったらあの北海道の広尾駅から、鹿児島県の枕崎という駅まで、まあ、約、直線距離だと3000キロなのを約1万3000キロかけて日本各地をくねくね曲がりながら旅行するという、そういう切符の物語です。この作者の宮脇俊三さんっていうのが、元々は、雑誌の編集者の方でして、退社されて、いろいろと元々趣味の鉄道旅行をされるという方なんですけども、この最長片道切符の前にもうすでに国鉄を全線乗ってしまいまして、さあ次何をしようかといったところで、そういうふうなちょっと制約のあるむちゃくちゃな旅をしてみようという感じで、行動をされた、その旅行の記録をまとめた本がこれになります。で今回 の, その旅行というのは、まあ、この旅行というのが、昭和53年に行われた旅行でして、この
当時ですから結構昔になるんですけど、まだ東北新幹線も開業してなくて、あとまた九州各地にまだいろんな路線が残ってた頃という時代の、旅行ということになります。で、その時代に、約34日かけて日本を、北から南まで、途中、ちょっと仕事で東京に戻りながらも、そういう風な感じで、北から南まで、日本各地を旅行したというのが、この本の、ストーリーになります。まあ、何がこの本、紹介できて、まあ、おすすめできるかというと、僕はまあ鉄道マニアなんで、多少の難しい知識は大丈夫なんですけども、この人はやってることはマニアなんですけど文章がマニアじゃないんです。というのも、例えばこの車両がどう、この車両の、どうこうでこういう細かいところがどうこうみたいな、もうマニアが話、もう自分が話したいような話を一切せずに、それよりも例えば車内がどんな風だったとか、車窓がどうだったとか、まあ、各地で泊まった、ところのご飯がどうだったとか、ここで何食べたとか、ここの景色がどうだったとか、そういう感じで、まあ、比較的その旅行で感じたことをそのまま書いてらっしゃる。そしてかつ、その旅行で書いたことが結構、例えば車窓とかはもう本当に見たものですからうまく表現するのは難しいんですけども、その見た風景というのをイメージしやすいように、まあ、具合に書かれてあるのがこの本のまず一つ魅力の一つだと思っています。あと、最初の方に言った通り、時代が結構遡る本ですから、今とはだいぶ違うんですよね、いろんなものが。もちろんその鉄道会社も今みたいな、新しい車両がガンガン出ているわけでもなく、そんな感じでその地域地域のその時代の風土といいますか、今とは違う、車窓なり、街の光景なり、また、その当時の国鉄のがどんな風だったとか、そんな感じで、ちょっとまあ古い、なんですか、ちょっとまあそういう歴史というかその過去のその様子を知るという面でも、まあちょっと資料としての価値もあるんじゃないかなというふうに僕は思っています。そしてこの後、宮脇さんというのは、その旅行を達成した後も、日本各地の、鉄道に、乗り続けられて、この乗り続けられ、またあと、他にも廃線、ですから、亡くなった線路の跡を巡るなりして、亡くなったのが10年前なんですけども、その、時期、その頃まで、日本各地を旅行されていろいろな本を、書き進められていきました。実はこの本は、その宮脇さんの、2冊目の本ということになり、その、1冊目と2冊目でこの宮脇さんの、鉄道の、気候、鉄道の、旅行作家として、いい具合に、名前を挙げることになりました。そう、時間がいい頃なので終わらせていただきます。北海道から、まあ、鹿児島までそのずっと、まあ、旅行をされした、まあ、その記録が載っているということなんですけども、伊藤君的にはそのどこら辺の部分がその一番印象に残りましたか？まあ、正直どの部分も正直面白かったので、まあ、どこもコース、まあ、つけがたいところはあるんですけども、やはり僕がよくしっかり見進めたのはやはり、まあ、この九州の自分がよく知ってるところの昔の光景ですね。あと、まあ、この九州付近でも今はない路線とか、そのあたりがどんな風だったのかなというのがやっぱりちょっと気になりましたね。気になってて、実際に自分の知ってる風景と見比べながらいろいろと本を読んでいきました。この時はですね、ちょっとまたマニアの話になるんですけども、瀬戸内海を国鉄の船で、国鉄が運営する船が瀬戸内海2種類ありまして、この両方を使って四国も回ることができています。ですからもう沖縄以外の都道府県は全部行くことができています。気になったのが、その作者の方が仕事でたびたび東京に戻るって話だったんですけど、戻るのも電車なんですか？戻るの大体新幹線使ってますね新幹線か夜行列車かで別に切符を買って戻られてますね。まあ、この当時まだ飛行機があるけどぐらいの感じな時代なので。
伊藤さんもなんかそういう鉄道の旅よくされるんですか？まあ長期休みには大体チコチですね。はい、時間となりました。どうもありがとうございます。文学部の小橋川隆之さんですね。よろしくお願いします。文学部の小橋川隆之です。ちょっとこのビブリオバトル僕参加するのが初めてではなくてですね、これまで去年と一昨年2回ほど参加して、まあ初めてじゃないのでちょっと他の方より有利かなとか思いつつ今ものすごくドキドキしてるんですけれども、でちょっと紹介するとき僕本に縛りをかけてて、まずご飯が出てくる本と、あと短編集である本っていう縛りつけてて、その縛りつけるのが何でかっていうと、この2つがまず紹介しやすい。で、ご飯を食べてる本っていうのはやたらと共感を得やすいので、もう紹介をするのがすごく楽である。もう SF とか絶対紹介したくないとか思いながら紹介してるんですね。で、それで今回どうしようかな、もうそろそろ本も尽きてきたなとか思いながら紹介しようかと思ってる本が2冊ほど出てきたんですけど、まあ、1冊目が光ゴケだったんです。ちょっとこの話は食事をする話にしてもちょっと厳しいかなと思ったので、代わりにこちらの大江健三郎の飼育死者の森を紹介させていただきます。短編集なので何が紹介しやすいって、短編一編を選ぶとそれだけで紹介ができるっていうのが一番紹介しやすくていいところですね。で、今回紹介する、のは死者の森の方ではなく飼育の方ですね。死者のおごりの方だとちょっと食事のシーンが全く出てこないので、一節ちょっと読ませていただきます。黒人兵の喉は排水口に水が空気粒を交えて流入する時のような音を立てて、そして濃い乳は熟れすぎた果肉を糸でくくったように痛ましくさえ見える唇の両端から溢れて、剥き出した喉を伝い、はだけたシャツを濡らして胸を流れ、黒く光る強靭な皮膚の上で油のように凝縮しヒリヒリ震えた。僕はヤギの乳が極めて美しい液体であることを感動に唇を乾かせて発見するのだった。もうこれ読むだけでちょっとヤギの乳が飲みたくなる感じします、ね。まあ、話聞くだけでちょっと今分かったかと思うんですけど、飼育って何飼ってるかって、黒人兵を飼ってる。村に落ちてきた、第二次世界大戦の時代がちょっとなんだろう、この時代背景なんですけれども、村の近くに落ちてきた飛行機に乗っていった黒人兵をその村の中で買うっていうような話で、まあこれだけ聞いたらなんかちょっと SM 的な感じの要素あるかもしれないなみたいな感じなんですけれども、まあそういう SM 的な要素ではなく、村の少年と黒人兵との心と心のつながりが現れるハートフルストーリーみたいなものだと思っていただければ大丈夫です。ただその中でなぜ飼育っていうような言葉が使われているかっていうと、まず黒人兵と村の子供とか話ができないわけですね。まあそれは英語と日本語で話をしているわけですから、コミュニケーションが取れない。コミュニケーションが取れないものとどうやって心を伝わせていくかっていうと、やっぱそこは食事だったりとか生活だったりとかを一緒に過ごすっていうような行為が必要だと思います。まあそういう行為の中でもう多大なっていうんですかね、強い結びつきを生んでいくわけですね。まあそういう食事とか生活を一緒にするのってかなり強い結びつきって共感を生みやすいので、行為とかをかなり生んでいきますね。まあなんかナンパとかの手法で、まあ「へい彼女お茶しない?」みたいなこと言う人とかいますよね。こういう食事を一緒にするっていうことでこう急に仲良くなれる気がする。こういうような原始的な結びつきっていうのがあると思うんですよね。まあただこの作品が僕が紹介したかった一番の理由っていうのは、この食事とかを通して出てきた共感だけではつながれない世界っていうものがあるっていうことをお伝えしたわけですね。最終的にこの黒人兵と少年は心の結びつきというようなものを得られはするんですけれども、黒人兵と少年ですから、日本にいる黒人兵が第二次世界大戦中にこんな村のところにいるっていうのはもう廃絶されて、まあ、殺されてもおかしくないような状況なんですね。そこを飼育という状態で生殺しにされている中で生まれた信頼関係なんてもう吹けば消えてなくなるようなもので、まあそんな吹けば消えてなくなるような関係を大事に大事に大切に大切に扱っていたんですけれども、最終的には少年は黒人兵に人質に取られて
まあそれまでなんか美しいと思っていた黒人兵の肌の触り方とかいうものが急に暴力的なものになる。まあ急に暴力的なものになった瞬間に今まで掴んでいたと思っていたつながりというものが断ち切れて異物のようなものになってしまう。人間ってわかんねえな、なんだろう、つながりって何だったんだろうみたいな話がたくさん詰まっています。この飼育という話だけではなくてですね、はい、ああ大丈夫ですね、すいません、はい、5分でタイムアップなのでここで切らさせてください。すいません、はい、聞き入ってしまいましたが、それでは、これ聞いてみたいと思いますか。はい、文学部ということでやっぱり同じ文学部とその内容を専攻されているのかに関心があって、であとそのもしその自分が専攻されている学問の側に立ったら、その大井健三郎とかどのように読めるかだろうか、何か分かってるか分かってるかあれば教えていただきたいな。実は専攻は全く文学とか関係なくて哲学とか倫理学とかそういうところなんですけれども、まあ何だろう、自分の専攻の中で大江健三郎を読むっていうことはあんまりしたことがないのでよく分かんないんですけれども、そうですね、何だろう、やっぱり専攻がちょっと特殊なものなのでいろいろ言葉を尽くさないと人に伝えることって難しいなって思ってて。まあ、それが食事とかそういうような体験で簡単に結びつくようならいいんですけれども、最終的に人間っていっぱい勉強して相手にどうやって伝わるかっていうことを考えなきゃいけないなっていうことをなんかとてもよく思い知らされるっていう作品っていうか、これでいいですかね、答えになってもいいですかね。食を通じた結びつきっていうのは原始的な結びつきっていうふうにおっしゃられて、まあそれだけでは不十分ということをおっしゃって、そしたら人間同士のつながりを作る点において、まあ、どういったことが重要っていうようなことについては、まあ、その本に示唆されて、あるいは何か自分自身が考えたりする、この本に示唆されてるというよりかは自分自身で考えてみたいな感じですね。もう本当にこの本短編集なんですけども、まあ、さっき説明したようにちょっと内容があまりにももうグローバルコミュニケーションとかないよね、クソくらいだよねみたいな感じばっかりになってるので、あーなんか気分が重くなるな、でもなんかちゃんとわからないとダメだよなって思いながら読むのが楽しいかなっていう。はい、ありがとうございます。時間となりましたのでここまでにしたいと思います。ありがとうございました。おさん、理学部の4年生はい、ミンさんです。皆さんこんにちは。いいですか、じゃあスタートしますよ。はい、どうぞ。私は今から今を生きる、今を生きるっていう本を、皆さんに紹介したいと思います。この本は、実は私が、今まで住んでた人生の中で一番影響を受けて私の人生を変えたって言っても変わらない本だと思って皆さんに紹介したいと思います。この本はもともと映画のシナリオになっている本で、ここの真ん中にいる人は、ロビン・ウィリアムスってすごいアメリカの有名な俳優です。まずこの本の舞台はアメリカの北部で、アイビリーフっていう有名な名門大学があるっていうと皆さんご存知と思いますが、その大学によく送るその高校、名門の高校が舞台になっています。でこの先生が出てくることによって、その話が始まることになります。でここの、ここにまた出る5人の学生たちはすごくその高校、名門の高校の中でもすごく優秀な学生で、その先生がその普段の先生とは違うところが教育観と価値観が違います。でその価値観が違うことでその5人の学生たちがみんな影響をもらって、その人生をすごく楽しもうっていうことを学びます。で今を生きるっていうことは、もともとの私は英語の本の、読んでましたが、その本のタイトルはデッドポイントソサイエティってなってます。
そうですね、その中でその5人の学生はみんな個性が全然違って、そうですね、私はこの本を読むときに、私自身が個性がいろいろあったかもしれないんですけど、その先生の一言一言がすごくその感動して、その特にその中でも今を生きるっていうカルペディアム・セイズ・ザ・デイっていうことがすごく感動しました。つまりこのタイトル通りです。私がこの本を読んだ時は17歳の高校1年の時で、韓国はすごく、学力社会でまたすごく厳しい状況で、私はこの本を読んだ影響にもなったかもしれないんですが、やっぱりその人生ってすごく自分の人生大事で、みんながこれをやるから私もやるっていうだけではなくて、私がこれをしたいからって思って言うところがことがすごく大事だと思って、私は高校を出て、自分で一人で勉強して日本留学を決めることになった本にもなります。まだまだですけど、それで皆さんもどんな人生を生きてるか分からないんですけど、私は皆さんもこの本を読んで、皆さんがこの5人の、学生たちとの性格とかがもう合ってるかどうかは分かんないんですけど、この本を読むことによってちょっとだけでも、その社会の中で自分が社会に合わせるっていうことじゃなくて、その社会の中でその私の人生を進むっていう、自分の満足、自己満足ですか、幸せに自己満足をしながら進む、そういう人生を積んだらすごくもっと幸せになるんじゃないかなと思って紹介したいと思いました。長いですそしてそうですね、まあこれはもう別の話ですが、この元々映画のシナリオになっている本なので、その本がちょっともう読むのはめんどくさいってなった方はその映画でも見てもまあ構わないですし、そしてなんて言いますかね、すごく1989年頃の映画なので、そのすごく演技派の俳優たちも見ることができますし、あ、最後の一言。すごく面白い本です。はい、以上です。ありがとうございます。はい、それでは、おさん質問ありませんか。その本の、うん、まあ一番、まあ、心に残ったかとかエピソードか。セリフかなんかあれば、はい、もし教えていただければと思います。あ、この本のタイトルみたいです。さっき私が言ってたカルペディアムってもともとはラテン語のものです。で、その英語では、まあ、セイズダデイで、つまり日本語では今を生きるっていう言葉なんですけど、うん、その映画の中で私がすごく感動してた場面がそのこの先生がそのマニュアルところですか、記念室みたいなところに学生をみんな連れてて、その写真をみんな今は死んでる人で、そこの名門高校の、先輩たちの写真を見せながら、今を生きなさい、今を楽しめなさいっていう話を、学生の方に言ってるんですね。で、つまり私はもうその写真を、見せる先生を見た時に、そのみんなはいつかは死んでるものだから、その自分の人生を楽しめなさいっていうことはすごく感動してて、私今も実は映画で自分高校生の時に見たんですけど、はい、最後の結末を見てしまった瞬間なので、はい、やっぱりその最後の結末ですね、今を生きる人生を楽しく生きるというのは本当に難しいことなんだというふうに考えていたので、はい、そのことについて。そうですね、私が、最初にその同じく17歳に学校を出るまで考えたときに、そのすごく不安なこともありました。で、その学歴社会の韓国で学歴がそのまでなかったら
すごく厳しいこともありますけど、私はもう自分なりに頑張って今まで来たら、まあやっぱり今を楽しむのが大事だなって考えてます。以上です。ありがとうございます。それでは、これで A グループ全員の発表が終わりました。これから投票タイムに行きたいと思います。それでは、発表いたします。本日のチャンプ本は、季節部赤さんです。よろしくお願いします。